これ僕その当時木原さんにお前この試合見て勉強しろっていうので、うん、淵さんのであって、うん、淵さんと藤原組長の30分、うん、あの本当グラウンドのみだけで、うん、あこれってすげえ、ちょっと最後に映りたかったんでちょっとよろしいですか。はいはい、もうね映らない。いやちょっとここであのまああのツイッターの方とかね、はい、SNS から今質問もらったんですけど僕の方から、うん、あの普段今のしまあ初心弟子って若い子って言ったらもう全日本の子しかわかんないですよね。あんまりそうだね、他の団体わかんないですよね。あ今、全日本だと安西、うん、はい。選手、安西君、うん、ジャンピングニーを使って、あ、ジャンピングニー使ってんだ、うん、彼は中央大学ですか。あ、多分そうですね、諏訪さんのなんかこうだっけ、はい、スカウトみたいな感じ。じゃあ、ジャンボさんのあれだ。そうだな、あれ、ジャンピングニーで、フチさんは別に教えてないんですか。いやいや、全然俺は僕がジャンピングニー使うきっかけはやっぱフチさんじゃないですか、うん、フチさんから千代さんに言ってもらって、うん、だから、あ、安西選手も、じゃあフチさんが言ったのかなと思ったんですよ。いや、違う違う、それは逆に俺なんかじゃなくて秋山の影響じゃないか。いやいや、それは僕じゃないです。まあでも、中大で、うん、あれで、まあ、ジャンボさんとのつながりで、まあ、僕ちょっと写真でしか見たことないんで、うん、僕、彼はジャンピングに見たことないんで分かんないんですけど、俺も彼のジャンピングでは見たことないんだよ。いや、でもあの三条大会の時、去年10月の時、はい、あのタッグ組んだんだよね、はい、そしたらね、はい、ジャンピングには見なかったんだけど、あのそのドロップキック、はい、もうやっぱすごいな、これが若さだなっていう感じでね、もう彼のドロップキック見たらちょっともうちょっとこれはできないな、ちょっと俺は本当もう全然怖い。フチさんのドロップキックは高いとかじゃないあのブランドがあるんで。いやいや、まあテイクドロップキックかな。一応俺が発明っていうことは一応あれだけど、低い方はねなんとかやってんだけどな。ドロップキックに使ってんだろうって、うん、あ、これはフチさんが。いや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 、多分本人からそういうな感じで、その中央大学ならば、そう、ね、その伝統地がそういうな、うんうん、やっぱやると思ったんじゃないかな。うん、まあ誰かアドバイスね、うん、何かしたのかもわかんないですけど、うん、まあ、あの新人賞を取ったってことで、うちあの DDT にも今正田っていうのがいるんですよ。彼もあの僕見てて、うん、こいつ何度もなんかスイスイやるなっていう子いるんですけどね、はい、ただなんていうんですかね、新人らしくないです。うん。DDT で割となんかもう何でもやれっていう感じなんで、新人らしくないんでね。だからそこはちょっと、まあでもこれもまた古いのかもわかんないですけどね、もうそれはそれでいいのかなとは思うんですけど、だから安西君が喋ってる姿とか、なんかどこで見たのかな、なんかで見たんですよね。いかにも新人らしい喋り方。まあそういい感じ、まあ、全日本らしい感じの子だなと思って、まさだ君はまさだ君でまた、まあ、DDT らしいっちゅうやな。そうですね、 DDT らしいですけどね、まさだっていうのもすごくいろいろ何でもこなせる子なんですけどね、はい、何でもあのこなせるのはあれだな、あの小出しにした方がいいよな。いっぺんに何でも最初に出してしまうとさ、もったいないんだよな。そうですね、それがそんなもう何でもできるから何でもやっちゃうと言うと、そんな5年経っても10年経ってもそんなに変わんないじゃないか。そうですね、変わんないっていうのは逆に言ったら、なんだろう、最初の新人じゃなくて成長してないじゃないかとなってくるから、ちょっといいのかな、古い話であれ言っちゃいけないんだけれども、ブロードン時代にそのいろんな外国人選手が出て、一つ一つあの最初はこうあのタッチするかしないかっていうのをお客さん見せたらしいんだ。プロレスというのはタッチしてこそ、リングが上がってタグマッチでね、それで試合ができるんだと。たまにノータッチでこうタッチもしないでこう入ってくると、それは反則なんだと。今じゃそんなもう平気で当たり前だけど、あの当時はそういうルールがもうはっきりもうしてたわけで、それ自体でお客さんがこう文句言うわけよ。でそのうち今度は逆にそういう感じでパンチはやっちゃいけない、あるいは5カウント以内なら反則してもいいということが、だん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 このルールがこう分かってきて、それを少しずつ少しずつ小出しに見せるわけ、はい、だんだんあのお客さんがあのそのルールを知ってるもんだから、ほらノータッチで入ってきた、ほら別節やった、ほら徐々に徐々にこの
お客さんに鳴らしていくわけで、そうこうしてるうちにそのミスタートビックっていう、ごめんね振り返してっていう覆面レスラーが来て、正体不明っていうのが来て、それわからないようにこのマスクの中に空気を入れて続きをして、はい、相手のねあのレスラーの死体がバレちゃって流血するという、うん、急にそういったことを見せるものがお客さんがもうびっくりしちゃって、そんなことやっちゃいけないでしょ、もうあれだろうという、もう怒り、驚きプラス怒りを出す、はい、そういうのを徐々に見せて、それに対して陸上が向かっていく。でだんだんもうあの掃除噛みつきが出てくる、フレッドブラシとね、エリックのアイアンクローが出てくる。もういっぺんに出されて、徐々に出していって、お客さんがそのためにこうだんだんヒートしてくるという、はい、プロレスはすごいなすごいなっていうふうに言うので、例えば5年6年10年ってこう持っていって、こうビジネスを上げていくっていうか、そのたびにお客さんにサプライズというか驚きを見せていく、いやこれがエンターテインメントとしてすごいところなんだなっていうのをね、俺もプロレスファンの中からレスラーになったから、そういう話をね、まだ新人もう20歳か21歳の時にベテランレスラーのあの真汐コバさんとね話してね、そういうふうなことを、ああなるほど、そこでお前テレビ中継のそこでプロレスがこうだんだんなってきたんだよ、もう小出しなんだよ、だから力道山はスマートだったんだな、もうその当時アメリカに行ってて、はい、もう流血試合からそのもう指に噛みつくとかそういうようなことを平気でやってて、あのそう地方でね、そういうのをあの見てきたはずなのに、それをいっぺんに出さないで、そういうような感じでやってくる。そしてあの今日のお前と同じようにあの外国人レスラーがあの当時 そのプロペラ機飛行機で外国からこう日本に来るときは、みんなネクタイ締めてスーツ着てピシッとした格好で、レスラーはもうハイクラスの人間なんだっていうところを見せるわけだよ。そういうことなんていうか、あの飛行機が降りてな、もうラフな格好とか、まあ、当時はなかったけれども、みんな飛行機乗ること自体がすごかったんだから、で外国人が来るっていうこと自体がすごかったんだから、それをみんなこういい格好してこいと、リングを降りたらこう紳士なんだと、はいはい、うん、菊池さんの今日のトータルのお話ですごい僕が印象に思ったのが、うん、やっぱ昔の人のやり方ってすごい職人というか、もうめちゃくちゃこだわりがやっぱりすごいちゃんとしてるなっていうのを改めて今なんか実感しましたね。なんか今できることをさらっといくじゃなくて、そこにどれだけこだわりを、多分いろんな人のいろんな思想とかいろんなこだわりを入れてやってる、うん、来たんだと思うんです。なんかそれすごく今、思いましたね。当時やっぱ時代がな、あれはまあこっちもそう経験して、まあ、その先輩たちの話を聞いただけの話なんだけども、はい、逆に言ったらもう本当に危ないことが多くてね、はい、逆に心配になるわこっちは。